黄昏に染まる水平線に太陽が沈んでいきますと、薄明かりの残る空に星々が浮かんでまいります。目を閉じて心安らかに流れる声に耳を傾ければ、夜空の向こうに星座の物語が聞こえてくるようです。皆様にお送りする癒しの船内放送ラジオナイトクルーズ、夢の世界にご案内いたしますのは、私眠り屋のライムギです。本日はラジオナイトクルーズにご乗船いただき誠にありがとうございます。当クルーズ船は言葉の海を渡り、夢の世界に向かう航路を進んでまいります。先ほど現実の世界を帝国に出航いたしました。これより心安らぐ言葉と音楽で皆様を幸せな夢の世界にご案内いたしますので、どうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。日陰に残る雪山も、
日ごとに溶けてゆきました。日の呼ぶ声に誘われて、密かに小鳥も遊びます。日のある時間も長くなり、光の旋律並んだら、開いたつぼみに誘われて、久しいあの子に会えるかな。何を信じていいかわからないなら、愛する人を思い浮かべればいい。絶望の底で動けずにいるなら、朝が来るまでやり過ごせばいい。僕らにできることはきっと単純で、そんなに難しいことじゃないんだ。ここに集った一人一人に愛する生活と愛する人がいる。そんなことを少し思い浮かべれば、心の雲に一筋の光が差して、なんだか不思議と和らいだ気がした。あなたに取られた腕一つ、そっと抜こうとしたけれど、起こしてしまうと思ったら、動けなくなってしまったよ。
夢へ飛び立っていったのは、まるで小さなパイロット。今頃好きな夢を見て楽しく遊んでいるだろう。あなたもいつか大きくなり、誰かの眠りを誘うかな。その時、今と同じような優しい目ならいいのにな。双子と月、夜話雷麦。むかしむかし、はるか宇宙のそのまた先に、仲の良い双子の星が住んでいました。兄はカストル、弟はポルックスと言います。ある日二人は地球を回る月について言い争いました。兄のカストルは言いました。地球から見た月は本当に綺麗って噂だよ。弟のポルックスは言いました。あんな石ころが綺麗だなんて嘘に決まっているよ。そこで二人は北の空に静かに輝く青い夜高の星に聞きました。夜高さん、夜高さん、地球から見た月は美しいのですか？夜高は答えました。ええ、天井から見た月とは天と地ほどの差があります。心を奪われるほど美しく、みんな月の下で眠るのです。それを聞いた二人は、自分たちの目で確かめようと地球を目指しました。月の横を通り過ぎるとき、兄のカストルは言いました。あれれ？近くで見てもそんなに綺麗じゃないや。弟のポルックスは言いました。ほら、きっと月が綺麗だなんて嘘なんだよ。二人は地球を目指します。空を駆ける双子の星は燃えるように光り輝き、夜だというのに地上は昼間のように明るくなったといいます。そうして地上に降り立った双子は、パッと月を見上げました。目に飛び込んだ光景は二人を唖然とさせました。
明るく美しく輝く月面はまるで黄金のようでした。兄のカストルは言いました。なんて綺麗なんだ。叶うならずっと見ていたい。弟のポルックスは言いました。嘘じゃなかったんだ。なんて優しい明かりだろう。心動いた双子の星は、毎晩こっそりと地上に降りるようになりました。今でも、どこかの月明かりの下で、仲良く眠っています。夜中に見上げた星の空。
んなに綺麗な星の空。一粒一粒降るようで、あらん限りと目を見張る。夜中に見上げた星の空。あんなに綺麗な星の空。それでもあなたと見たときは、もっと綺麗に目に映えた。夜中に見上げた星の空。あんなに綺麗な星の空。もしも願いが叶うなら、あなたの隣で見上げたい。あなたの顔を見るだけで、元気なんだと安心する。あなたの声を聞くだけで、疲れた心が
癒される。あなたに触れているだけで乾いた心が満たされる。あなたと笑い合うだけで些細な悩みが消えていく。昨日を愛おしく思うのも、今日に感謝できるのも、明日に希望を持てるのも、全部あなたのおかげです。あなたのあなたは誰ですか？あなたのあなたを大切に。あなたの過ごすこの夜が穏やかに心休まる時であってほしい。どうかあなたの過ごすこの夜がぬくもりに満ちた時であってほしい。いつか見落としてしまった幸せを今一度見つめる時であってほしい。ここにいてもいいんだと心から
感じられる時であってほしい。この船はそんな思いを乗せながら言葉の海を渡っていきます。いらっしゃい、どうもこんばんは。眠り屋のライ麦です。本来はこのトークは入れない予定だったんですけども、今アドリブで収録しています。先ほどの詩で驚かれた方もいらっしゃったかもしれません。まあ、実は収録中にどうしても泣いてしまって、先に進めないと何回撮っても何回撮っても泣いちゃうので、もうこれで泣いちゃったらそれでもうそのまま乗っけようと、まあ、そういう経緯で先ほどの朗読になりました。今もね、割と顔ぐしょぐしょなんですけどもねえ、ラジオナイトクルーズ楽しんでいただけておりますでしょうか。今回のこのラジオはチャンネル登録者9万人を記念しての出稿となりました。まあ田舎に住むなんでもない一般人がですね、これだけたくさんの方に登録を
していただいていること、そして、まあ、普段の生放送や動画でたくさんの方からいただく温かい言葉、これがどうしても先ほどの詩を朗読するときには浮かんでしまって、泣いちゃいましたね。まあこのナイトクルーズは今後チャンネル登録者が節目を迎えるたびに出航しようかなというふうには思っておりまして。いやー、この先、収録するたんびにここが鬼門になることになっちゃいますね、これね。でもこの詩は本当に、まあ、重いという詩なんですけれども、まあ、音楽に合わせて書いた詩なんですが、大切な詩ですので、まあ、絶対に入れようと思います。また泣いちゃったらごめんなさい。次のナイトクルーズは、まあ、おそらくチャンネル登録者10万人を記念してか、まあその先かわからないんですけれども、またその時には、その時のありったけの僕を詰め込んだラジオにしたいと思います。そこに向かってまた進んでいきますので、どうぞ応援のほどよろしくお願いいたします。それでは、船はまだ進んでいきます。続きをお楽しみください。
気をつけてって何だろう。なんだかピンとこなかった。言われなくてもそうするし、心なくうんと答えてた。暗い路地には入らない。車にだって近づかない。家まで帰ってくるなんて当たり前だと思ってた。でも気をつけてって何なのか大きくなって分かったよ。人は突然いなくなる。明日も一緒か、わからない。今、隣にいるのって、まったく、奇跡だったんだ。あの日の母の一言は、心からの言葉だったんだ。僕もいつの日か、心から誰かを見送りたい。
見えなくなってしまうまで。また会えるように見送りたい。
宵闇を滑る船体の前方に、船旅を導く灯台の明かりが見えてきました。お届けしておりますこの声が、あなたの夜の孤独を優しく包む穏やかな一筋の光となりますように。それではまた次回のラジオナイトクルーズでお会いしましょう。お相手は眠り屋のライ麦でした。おやすみなさい。